あいにくの雨となった恒例のタイムアタックイベント。しかしウェットだろうと集結した67台はガンガン走る。今回はその中で WRX-STI のラジアルタイヤ装着車に注目。つくばスーパーバトルラジアル装着 WRX-STI 合戦。オリジナルランデュースの VAB は菊池康がドライブ。バリスのエアロは新作フロントリップでダウンフォースを高めた。 HKS GT2-8262 タービンなどで100馬力増、58秒台を目指す。今回はですね、さらに進化しまして、まずエンジン系でいうとタービン変わってきました。でそのフィーリングが、まあ、ちょっとねこういう状況でそんなに前回では踏んではいないんですけども、明らかに違います。で中間加速から上までさらに力強くなって、すごい楽しみ、今までよりも多分ね100馬力近く体感では上がってるんじゃないかぐらいのパワー感が出てるんで、あとは、外観ですね、バリスさんに今回作ってもらった、フロントを特に、大きい、フロントねリップにしてもらって、カナードも追加してもらって、これのまたダウンフォースが相当効いてますで、ね、なんとかね、1分切りは当たり前ですけど58秒ぐらいね行きそうなねフィーリングはあったんですけどね、まあ、ちょっと今日はねこんな天気なんで次回に持ち越しですけども、小雨程度だったら、筑波の場合はそれほど水もたまらないし川もできたりしないんで、まあ、ちょっと内圧調整ね、内圧をねちょっと高めにして早めに温まるようにして、で通常のラインでいいと思います。でそれが万が一、もっと大雨土砂降りになってしまって、でちょっと川ができたり水たまりができたりしまった時はね、もうねラインはねあえて外します。進入をちょっと外から入って極力、コーナーリング中に向きをしっかり変えてしまって、立ち上がりを極力まっすぐな状態を早く作り出してトラクションを動く。ずっとハンドル切ったままだとどうしてもアクセル踏めないし、踏んでもね流れてしまうんで、まっすぐ状態を早く作り出すためにその手前は無視するっていう感じで、VAB はもちろん吉田敏弘がドライブ。残念ながら車載映像はないが、ユーザーライクな車作りに注目。サーキットを楽しく走れるストリートチューンドカーのお手本だ。まあやっぱスバルがねなんか盛り上がると、まあ、スバルやってるカスタマーメーカーさんは、結構みんなそこである、程度競ってる部分もあるんですけども、やっぱお客さんたちもそれについてきてくれるようになれば一番いいなとは思ってるんで、基本的にはやっぱりベースになるタイムをサンシャイン神戸が1秒3っていうのを去年出してるんで、まあそこはやっぱり目標として来てて、いろんな新しい取り組みをやってて、ダンロップさんの協力があったりとかして、でそのタイヤでなんとかその1秒3に近づけたらいいなっていうか、ただそんな甘くないっていうのも分かってるんで、1年生でそんなにいきなり来るなみたいなところまで、だから1秒真ん中ぐらい行けたらいいなっていう雰囲気で今回は来たんですけどね。でなるべくなんだろうな、誰でも手に入るパーツをつけて
あの本当に売ってるパーツでトライしてるんで、誰の車も同じような車にできるようにしてますんで、ぜひどんどん問い合わせしていただければいいかなと思います。スーパーオートバックス名古屋ベイは VAB にチェンジ、吉田俊博とのコンビでセッティングを詰めてきた。245/40R18 の純正タイヤサイズにこだわるのは変わらず。サンシャイン神戸は谷川達也とのコンビ、台風の高潮被害に遭い新たな車両を突貫で仕上げてきた。ライトチューンをセッティングで早く走らせる。シムスレーシングはラリードライバーの鎌田拓磨が巧みなスライドコントロールを披露、ストリートライトクラスの1位を獲得した。ドライの事前テストでは1分2秒台が出ていたブーストアップ仕様だが、ウェットでもラリー用のディレッツァ 94R を履いてのセッティングが当たった。
浜から初参戦の M スポーツはフットワークチューンを得意とするお店、オアラサーキットで名を馳せる水山代表自らがアタック。車載映像はないがウェットでも好タイムをマーク。スバルニュルブルクリンクチャレンジのカラーリングが特徴的な車両はショックアブソーバーにコサリック1を使用するなど個性が光る。ゼロマックス南関東店もチューナー自らがアタック。渋沢さんは富士のタイムアタックでも上位に名を刻むドライバー。車両は GVB-RRX スペック C のボールベアリングタービンを流用、インジェクターを大きくするなどブーストアップのちょっと上を行く仕様を提案。オーリンズ DFV ベースのオリジナルサスペンションなどによるフットワークチューンはウェットでも扱いやすそう。Dランゲージの VAB は 2.3 リッターにスープアップしたエンジンにジャストフィットするオリジナルタービンがポイント。それでいてユーザーのお財布に配慮した行き過ぎない仕様でまとめている。480馬力トルク62キロのハイパフォーマンスを生かしドライでの驚愕タイムを狙ってきたそのセッティングを山田英二がヘビーウェットでねじ伏せる。
白馬スーパーバトルの映像は次号付録 DVD にも収録。